ガイチュークルチャンネル。皆さんこんにちは。無線にもできるガイチュークルチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回のテーマは観葉植物に湧くコバエ対策です。今回紹介する商品はこちら、グリーントラップミニです。この商品は紫外線でコバエをおびき寄せ捕まえることができます。置いておくだけの簡単作業で、かつ殺虫剤を使わないので安心です。それでは正しい使い方を紹介していきましょう。コバエは小さなハエの総称で、よく見かけるものは次の4種類です。ショウジョウバエやノミバエは生ゴミや食品付近に発生します。キノコバエは観葉植物、植物の付近に発生します。ジョウバエは排水回り、下水管、浄化槽付近に発生します。キノコバエは観葉植物、植物の付近に発生します。体長は2ミリ程度です。気温30度、湿度 70% が最適。梅雨から夏場にかけて大発生します。キノコバエは市販のコバエ取りではなかなか誘引されません。光に誘引されやすい性質があり、紫外線でおびき寄せて捕獲することをおすすめします。それでは誘引捕獲器グリーントラップミニの使い方を紹介していきましょう。あらかじめ捕虫紙は3枚セットされています。捕虫ランプも1本付属されています。ビスで本体を壁に取り付けることも可能です。使い方は簡単で、捕虫紙の剥離紙を剥がし、本体の底面に沿わせるようにセットします。地域によってヘルツを切り替えてください。 1.7m から 2.2m の高さが最も虫が捕まりやすい最適な高さです。コバエ以外にもユスリカ、ガも捕獲することができます。壁掛けだけでなく置くことも可能です。翌日コバエ以外にもガやユスリカも捕獲できていました。今回このクリーントラップミニを紹介させてもらいました。観葉植物から発生するコバエで困っている方はぜひお試しください。このチャンネルでは女性でも手軽にできる害虫駆除方法を紹介しています。動画についてはほぼ毎日配信しておりますので、チャンネル登録よろしくお願いします。